乃木坂46乃木坂が大エースたちが抜けても、墜落しない理由。誰にもわからない。堕落してるかしてないかといえば十分に堕落しとるがね。乃木坂で一番大事なのはバナナマンだから。対抗してくるグループがいないから。ゴキの逸材揃いが救い。そもそもそんなに売れてないからね。低位安定してるだけ。普通に乃木坂自体も落ちていってるけど、アイドル自体が落ち目だから対抗馬がもう出てこないよな。乃木坂は売れた順番が良かった。後に AKB が出てきたら抜かれて落ちぶれてただろう。ちゃんと戦略的に新人売り出すから、そこは乃木坂が長生きしてる理由の一つではある。一つのアイドルグループに逸材が偏りすぎる。アイドルドラフトを開催するしかない。性格が良い子が揃ってるから、内部崩壊しないのが強い。周りも一緒に失速してるんだろ。ブランドの強みあるよね。大ヒット曲がないから、大ヒット曲があると、それを超えられないから、一発屋的な落ち目感が出る。大エースを支える周りのメンバーが安定してるよな。とっくに墜落してんのよ。落ち目感ないだの世代交代成功だの言ってるのは一部の歌だけ。そもそも大エースなんて昔からいない。大エースが卒業する頃にはとっくに身振り免除になっていて、後輩にオタが流れてるから。大エースでもなんでもなかったからだよ。今までは大エースが抜けても次の候補がいたから心配はなかった。与田はあれだし久保じゃ役不足、柿遠藤は頼りないし、井上ではまだまだ不安ではある。握手券商法と秋元康がくっついている限りそんなに上がり目はない。周りが上がってこないだけやろな。絶対評価と相対評価で見なきゃあかん。それよりも大切なものがあるんや。